リチャード・アンドレアス・ウェルナー、リチャード・アンドレアス・ウェルナー、1967年1月5日隊はドイツのエコノミスト、サウサンプトン大学の経済学教授。ウェルナーは金融政策と開発エコノミストである。量的緩和やケニの表現を最初に提案した学者。間の量的金融緩和は信用創造拡大が必要と指摘。信用の量理論を提案し、 GDP 取引に使用する信用創造と金融取引に使われる信用創造の二つの側面を強調した。ベルナーは1989年にロンドン経済学校を卒業。オックスフォード大学在学中に1年間東京大学に留学。博士課程をオックスフォードで修了。1991年に経済統計学研究所で 欧州委員会が主催するマリー・キュリー研究員に任命された。当研究所で書いた彼の論文では、日本の銀行システムの脅威を警告し、世界強行以降の大不況時代が来ると訴えていた。東京滞在中に、日本政策投資銀行の資本形成研究所で、初めての下村フェローになった。また日本銀行の金融、経済研究所と財務省の金融研究所で、 客員研究員だった。ベルナーは1994年から1998年までジャーディン・フレミング社の主任エコノミストとして働きながら日本の信用サイクルと金融政策について多数の論文を書いた。一部日本語でも発刊されている。1997年上地大学経済学部の一員になった。現在はサウサンプトン大学で教えている。 シュンペター信用理論と同様に信用の料理論を開発した。ベルナーが出版した円の支配者は2001年に本で総合ベストセーラーになった。この本は日本銀行の金融政策と中央銀行が行う窓口指導を分析する。主流経済学においては、貨幣数量説に基づき、ケンブリッジ現金残高方程式により、 m イコール p 貨幣量イコールマーシャルの k 物価実質 gdp 上記公式をフィッシャー交換方程式に変形するとメガボルトイコール pt 貨幣量流通速度イコール物価取引量上記の公式で通貨供給量と gdp の関係式にする主流経済学では貨幣数量説により貨幣を増加させれば物価が上がるとされ流通速度は 基本的に一定と考えられるから、中央銀行が通貨供給量を拡大すれば、デフレ脱却するとしてきた。メガボルトイコール PY 通貨供給量通貨、供給量の流通速度イコール生産量、商品価格しかし日銀がデフレは、貨幣現象であるとして、量的緩和政策を行わせたにもかかわらず政策が効いていない。実体経済は、 GDP や物価が変動する市場である一方、金融経済は物価に反映されない、非 GDP 取引であり、GDP 取引と非 GDP 取引に分けて考えるべきである。主流経済学は交換方程式を通貨供給量で計算しているため、実体経済向けと金融経済向けに分割することができないため、実体経済向けと金融経済向けを分割した、 公式化モデルを構築していなかったので、通貨供給量が増加しても、物価上昇しない理由について説明できなかった。通貨供給量ではなく信用創造量を設定することで、実体経済向けと金融経済向けに分割できる。金融経済向け信用創造、金融経済向け信用創造の流通速度。 イコール金融経済の商品量金融経済の商品価格実体経済向け信用創造、実体経済向け信用創造の流通速度、イコール実体経済の生産量実体経済の商品価格非 GDP 取引が拡大すると、通貨供給量が増えても、名目 GDP 取引に反映されないので貨幣の流通速度は低下する。GDP 取引に反映しない。 金融経済向け信用創造を省き、実体経済向け信用創造に限定すると、実体経済向け流通速度は一定である。一定であるから実体経済向け信用創造量を増加させれば良いことになる。CRVR イコール PY 日銀は、大規模量的緩和で、マネタリーベースを拡大し、日銀東西預金を積み上げたが、実体経済向けの信用創造が拡大せず、 デフレ脱却できなかった。ありがとうございます。